どうもこんにちは、ゆこるです。今回ですね、キリを持っていることを前提に、無課金編成を出したんですが、さらにいい編成を考えてきました。新たに増えたのがこいつですね、インディゴ。インディゴを使うことによって1から4階層をめちゃくちゃ安定できるようになりました。で、さらに、マサムネ武器を使ったら7階層の、ごめんなさい、8階層のフェニックスが水1コンボで抜けるんですけど、最悪それもいらないようにしました。なんで、今回はキリのみ課金キャラで9万9000点以上を安定して取れる編成ということをモットーに考えてみました。あくまでもパズルできることはごめん前提としてるけど、9万9000点をも取れる編成を考えてみました。まあ、サムネを継承しない方の編成を代用と紹介します。バースは何もいりません。キリも何もいりませんが、マサムネがあったりツバイハンターがあったら最高で、ネプドラなんですけど、前回編成で紹介した通りですね、赤オーディンタマゾーとか持ってる場合は、ジャスタウェイの攻撃潜在プラス3個持ちに赤オーディンタマゾーを継承することによって、5階層のケルベルスが抜けます。なんで、それをしてもらえれば、ネプドラは必要ありません。30万歩使わなくていいです。ただジャスタウェイがいるとかっていうことだけは覚えておいてください。そして次ですね、天狗にインディゴですね。これはあくまで天狗は攻撃枚数を減らすために天狗にしています。なんでジャスタウェイにした方は必ずここはクジラにしてください。ベルドール絶対にしてください。そうじゃないと、1階層とか2階層の時とかに攻撃枚数足らないんで、水だけだったら絶対ダメです。2枚必要なんで、水が必ずクジラにしてください。で、そうじゃない場合はスキブが溜まる場合は天狗で OK です。で、溜まんない場合はクジラにしちゃって OK です。で、これによってスキブにかなり余裕ができたんで、ここのモーグリにマンティコアとか赤オーディンとかつけてたと思うんですけど、ここが例えば、マンティコアとか赤オーディンだったら、攻撃力が9以上、攻撃力が2以下のスキブがないキャラでも代用が可能になりました。そして、普通の毒の場合は攻撃力20以上、攻撃力99以下でスキブがなくても代用可能です。なんでかなりスキブに余裕ができたと思っておいてください。そして、フレンズですね、ここだけ、これ体力ケア3なんですけど2で大丈夫です、ごめんなさい。体力キラー2個つけてる人で、さらに体力キラー武器をつけてるゼウスバースの人を使ってください。これによってギガンテスが光2ウェイで抜けるので必須になります。はい、ということで、ちょっとね、雑な解説になってしまったんですが、詳しくはね、すべて前回の動画でインディゴ以外は解説してますので、そちらよかったらご覧ください。ということでやっていきましょう。さあ、やっていこうか。まずはインディゴ、なんか落ち込んやべえなあ。いや、やるわ、続き。とりあえずな。本当はダメかも、この時点でリタイアした方がいいかもしれない。で、2階層必ず水消してください。いや、落ち込むマジやべえな。全部消えるな。で、5階層、ケルベラスなんで、ネプダラで突破します。ジャスティンの赤おでんで突破する人かな。もう人もいるかな。そこはまあね。好みで、光1コンボで、水1コンボで、ここが正宗武器をつけてる人なら水1コンボで抜ける。つけてない人は光2ウェイが必須です。はい、で5コンボできる限り早く、マジもう自分の全てをかけてコンボして、ここはもうこれミスったらやべえって思っとかないで絶対ミスるから。で、次光2ウェイなんですけど、色が全くないですね。あえてこのままいきましょう。来た、まあ、なんであえてかっていうと、来なかったらリタイアできるんで別にいいっす。で、光2ウェイで水1コンボ、これ結構順調な立ち回り。ここ水1コンボして、で、ここら辺から水が来ることを祈ります。来い、ナイス、これも勝ち確ですね。ここまで来たらモーグル使って最後ボスで水1コンボです。で、モーグルは、必ず回復を消してください、使った後は。 OK で、この後最後に水1コンボするだけです。ここでもう勝ち確なんで絶対見せらないように冷静にやる。ここ焦ったら終わり。まあ、この場合は0コンボ、もちろん水1コンボだけがいいんで、
これを上に持っていって横に動かします。こんな感じで、これで勝ちです。164秒。さあスコア何点か見てみましょう。まあ、課金キャラはキリ1枚のみで、スコアが 99,658 点ということで、正宗を使ってるバージョンは一応多分隣に画面出てるかな。正宗使うとやっぱり速くはなります。で、前半の下りがあったとしてもこんぐらいのスコアは出る編成になってますので、まあね、多分これが俺今回のランダムの最終編成になると思う。まあ俺を信じてくれた人にあまりに申し訳なかったから一応できる限り考えてはみた。まあ僕なりにね考えて編成作ってみました。よかったらねチャンネル登録高評価本当にお願いします。毎回ランダム頑張ってるんで、ガチで僕寝ないで頑張ってるんで本当にお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。